奈良は、パーキングエリアは、福島県二葉郡奈良波町にある、常磐自動車道のパーキングエリアである、スマートインターチェンジを併設する。2012年の開設を目指して建設が進められて、いたが、現場は2011年3月に発生した、東日本大震災及び、福島第一原子力発電所事故に伴う、避難区域に指定されて通行止めとなり、建設は中断していた。 2012年2月から復旧工事を開始し、一部報道ではトーピー A に2013年に仮で入り口が開設され、荒野 IC との間を先行して通行再開すると伝えられていたが、後に2014年2月22日に常磐富岡インターチェンジまで通行再開すると発表された。福島県及び奈良波町はトーピー A に追加インターチェンジを設置する方向で検討を、 進めていたが ETC を搭載した車両のみ利用できるスマートインターチェンジを設置することとなり2019年3月21日に供用開始された。歌唱は漢字表記の奈良派 PA であったが2014年度の事業計画でひらがな表記の奈良は PA に変更された。下り線施設奈良はスマートインターチェンジは奈良は パーキングエリアに併設のスマートインターチェンジである。ならば、スマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。